これ1個しか飲んでないし、いつも忘れるの。もうできるできる、揚げたて揚げて、ほら揚げたてだよ。食べないの？お姉ちゃんも用意して。ほら、ご飯食べるならさ、ドリンク、あの飲み物に氷入れて、そっちに上に置いて。コーラでも入れちゃった？入れちゃったならコーラでもいいよ。あの俺マリブコークにし飲むの。マリブ買ってたよ。マリブあるよ。
した。ソルトペッパにかまったよ。ここにどこ？どう抜ける？ここに。じゃあこちらのカルディで購入したハニーマスタードをつけて唐揚げとポテトを食べていきたいと思います。カルディで購入してきたレモンスライスです。レモンの冷凍になってます。こういう感じですね。便利だと思います。カクテルパス入れていいパパの、うん、私にも作ってもらっていい？パシスソーダ。はい、はい、じゃあお疲れ様。乾杯。はい、皆さんも乾杯。一緒に乾杯しましょう。乾杯。うまっ。うん、あ、うまっ。うまいね。これうまい。マスタード。いただきます。でしょ、それお店の人おすすめだから。はい、私は今日カシスソーダにしました。ん、何？マスタードちょうだい。小皿ある？別の小皿ある？いいね。うん、うん、うん、おいしい。うん、おいしい。これ3歳って5個目。やっぱり3歳苦手だわ。ママが好きだから。じゃあちょっと春雨サラダいただきます。ママだけだ得意なの。何が？香菜。私はこれね、大好きなの。うん、うん、トムヤムくんとかにまた入ってるでしょ。うん、トムヤムくんね。うん、うん、うん、うん。合うの？合う。うん、あー夏って感じ。あ、鍋やりたい。うん、夏、夏っていう感じで鍋やったん。美味しい。これ美味しいね、ハニーマスタード。うん、食べてみて。これ韓国？これ韓国なの？うん、韓国、韓国。あ、そう、アメリカンだと思った。これ俺もこれを。だけどこれもうまいな。チーズボールにこういうのつけてるし。そうそうそう。チーズボール？なんかこういうでかいやつ。お餅とか。あれ韓国の本当のチーズボールっていきなり伸びんじゃなく。めっちゃでかいし。うん。おいしい。ここにポテトフライにもよく合いますって書いたの。書いたんだ。うん。あ、だから合うんだ。だから言ったもん。大丈夫でしょ。うん。うまい。これ本当うまい。あ、これジャガイモ切ったの？そうそうそう。あの冷凍のやつだと思った。あれ。これも切ったの。美味しいでしょ、全然違うでしょ。これ出してみて、ちょっと食べてみて。なんかシール曲がって。あ、いいかも。あ、ヤンニョムもやればいいやん。センス、グッド、ナイスセンス。ヤンニョムもやればいいやん。何？いい？いい？うん。そうじゃん、そうじゃん。え？出ないの？あるある、もう一個ある。もう一個。もう一個。ちょっとパパやっちゃって。え？どっちもに左二人の。なんで両方開いてんの、しかも。これさ、バースプーンで取ればいいんじゃない？キャップ開かないのこれ。なんか固まってない？違う、もうないんだよ。ある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 。あ、出たよ。テクスチャーが硬いからこれは。テクスチャーとは言わん。こういう感じです、何にも。え、これ白いのも入ってんの？うわ、うまい、絶対これ。食リポして。
ヤンニョム。やばい。ヤンニョムボーイ。まあ、大好きです。ね、大好きだもんね。と会えなくてもよくない？こうやって食えば美味しいね。うん。ママいつも会えてたよね。同じで。会えて会えてたの？会えて会えて。マセキダジャレうまくない？え？うまい。ダジャレ好き。ダジャレ面白いよ。ダジャレ誰も傷つけない。マスタード美味しいな。これさ、ちょっとパーティーの時よくない？この感じ。ね。これパーティーって何なの？いつしてんのパーティー？今コロナでパーティーしないけど、昔コロナじゃないとパーティーしてた。しょっちゅう人呼んで。貴族？何パーティーって。人呼んで。社交会。ああ、そういうことね。ご飯会？うん。日本人とかのパーティーっていう感覚のどういう概念なの？パーティーってなんていうの？でもパーティーだと思ってた。あれ、誕生日パーティーしてるじゃん。クリスマスパーティー、誕生日パーティー、ひな祭りパーティー、節分パーティーしてるよね。みんなそういうのパーティーとか言うの？じゃないの。なんか普段食べないようなものを食べるときってパーティーじゃないの？そういうことね。これさ、これ、私このサラダちょっとレモン、粉つかがあるんじゃない？今日原材料塗ってある。レモンもっと絞って酸っぱくして食べたい。ひまわりの種入ってるらしいよ。やっぱシナモン入ってる。うん、シナモン入ってるね。オレンジピール、これ絶対ちょっとレモン入れた、酸っぱくした方がいい。レモン絞って酸っぱくして食べたいもん。最高。レモン欲しいな。うん、コーラに入れる。うん、これ便利だね。いい、入れるよ、入れるよ。これ買っとくと便利だ。おしゃれ。味すんの？これめっちゃ固まってる。このまま食べてもいいの？うまいよ。コウくん、クリルさん、ね、みんな黒じゃない今日。乾杯。うん、これね、飾りじゃなくて本当にこうレモン絞ってくる。これにもメロンいいんじゃない？途中でこう入り込んできて、レモン入れたら味めっちゃうまいけど、めっちゃうあたりからもかぶってくるんだよね。飾りじゃないのよって言われたら、あ、結構味変わる。飽きないの。肘つかないの。肘。肘張るとこじゃねえよ。肘張って、肘張ってな。ママ、その瓶さ、可愛いから捨てないでね。これ、うん、ちっちゃいね。ルジェのかっすよ。え、これ可愛い。ルジェってんの？これ可愛い。ん？かっすはルジェが一番うまい。マリブー。可愛い。ココナッツリキュールです。カストオレンジ。カストオレンジはカシスにオレンジジュース。オレンジで割ればカストオレンジ。うん、カシスって万能だよね。オレンジソーダ、ウーロン。マリブってミルクで割ったり、コーラで割ったり。まあ、色十分な人も持てるって。でもそれは人それぞれじゃない？そういうのが好きな人もいるし。そう？マリブって一口サイズ。私昔色黒好きだったけど、今色白好き。マケイユとか。私は黒いの好き。この香り無理俺。一点。ありがとう、1点満点だったの。やった。肘痛い。なんか気もなんか、ね、うん、